マイケル・シェイ・ボンは、アメリカ合衆国の作家、脚本家。SF を中心に、様々な作品を書いており、これまでに、ピューリッツァー賞フィクション部門やネビューラ賞、長編小説部門、ヒューゴー賞長編小説部門、サイドワイズ賞などを受賞している。妻は、作家のアイアレット・オールドマン。ワシントン DC に生まれ、その後ペンシルベニア州やメリーランド州などで青年期を送る。 カーネギー・メロン大学に入学、その後ピッツバーグ大学に移り学士を修了。カリフォルニア大学アーバインで修士を取得する。カリフォルニア大学在学中に書いた最初の小説、ピッツバーグの秘密の夏がベストセラーとなり、小説家、また脚本家として成功の道をたどり始める。様々なハリウッド映画の脚本の起草を行っており、 スパイダーマン2の脚本の奏功などを手掛け、また自身の小説であるワンダーボーイズも映画化された。2000年に出版したカバリエクレイの驚くべき冒険がニューヨークタイムスベストセラーに選ばれ、翌年に同作品でピューリッツァー賞を受賞した。他、雑誌や新聞などで離婚、ゲイ、バイセクシャル、ユダヤ人種問題などの社会問題をテーマに、 執筆活動をしている。2020年配信予定のテレビドラマシリーズスタートレックピカードでは制作総式チームの一員となる。ありがとうございます。